はい、こんにちは、ペース2023シリーズ2中継ぎ強さランキング、主にリアタイム戦やっていきたいと思います。第12位、アーナク選手、球種がリアタイム向きではない。第11位、及川選手、上ツーシームだったら結構強かった。第10位、清水選手、スラカット、スプリットはいいが、その他の球種がリアタイではきつい。第9位、石山選手、スライダーフォークの変化量大きいので、純正のワンポイントリリーフではおすすめ。第8位、トネ選手、上ツーシームいい持ってるので、純正にはおすすめ。第7位、ティノコ選手、西武では貴重な上ツーシーム持ちのピッチャーなので、西武純正には必須級。第6位、松本選手、ストレートナチュラルシュート、さらに全体的に球種がリアタイ向きなので普通に使いやすい。第5位、阿部選手、フォークスプリット、さらに超大ピンチ持っているのでかなり強い。第4位、鈴木選手、ツーシームフォーク、さらに変化量大きいスラカット持っているので巨人純正にはかなりおすすめ。第3位、ウェンデルケン選手、マッスラツーシーム、さらに高速シンカー持っているので普通に強い。第2位、川野選手、上ツーシーム D 持っていて新球種川野ボールを持っているのでかなり使いやすそう。第1位、沢村選手、ツーシームスプリット、さらに特殊能力で存在感持っているので未だにかなり強い。